はようございます。ゆきこです。今日はですね、水曜日ですね。プールがもう始まってるんですね。多分水曜プールやってるんじゃないかなと思うんですが、ちょっとわかんないですね。11時からはですね、ご年配の方たちのエクササイズのクラスがあるんですが、大体その後に人が来ると思う、たくさん来ると思います。でですね、ちょっと前向きます。ここがキャンピング場ですね。ここまあ開くんでしょうかね。あそこにホテルがあるんですけども、あそこがですね、8月にオープンすると思います。で、ここもですね、閉まっても長いんですが、ここもだから、同時期ぐらいにこう、でもちょっとあんまり工事とかしてないみたいなんで、ここは開かないのかもしれないですけれども、なので子どもたちはですね、大体12時だから、その、エクササイズのクラスが終わったあたりくらいから子どもたちが来て、12時ぐらいですね、そこからまあ1時半、2時前くらいまで遊んで、で家に帰ってご飯を食べて、また4時ぐらいに来るっていうパターンですね。なので一番いいのが2時ぐらいに行くのが一番いいです。そうすると人が少ないですね。すごいですね、こうなんか聞こえますかね。あ、車が来るからか。すごい、蜂がすごいです。ここ、この上ですね、ここに蜂がすごくいます。ブンブン言ってますけれども、車が来るのでちょっと聞こえないですね。今日はですね、ここから歩いてガソリンスタンドのとこまで行って、朝食を食べて帰ってくると思います。だから来たな。なんかゴミも落ちてるし、昨日は車の車検に行ってきました。日本でいう車検のようなものですね。ETUVEがって言います。インスペクション、エルテクニコかな。ETUVEで、ビエコルとかっていうんですけれども、私の車で年に1回ですね。新車とかだと多分ね、最初の2年とか3年とかは OK なんだと思うんですけども、私には古い車は1年に1回です。で、商用車みたいな感じの車は、半年に1回ですね。で、自分で行きます。なので行って、まずですね、予約をするんですが、今はレターが来て、そこに QR コードがあるんですね。なのでそれをスキャンすると、もう自分のデータとか全部入ってて、で、あとはその曜日を選ぶだけです。で、当日行って、で、
まず機械があるんですけれども、そこに、は予約ありますかっていうのがあって、はいっていう押すと車の番号を入れてくださいって言うんですけど、車の番号にアルファベットがあるんですね。お、猫ちゃんがこんなと、あ、危ない、危ない猫ちゃん。私の顔見て突然道を渡って車がちょうど来たんです。危ない。で、番号を入れるとこがあるんですけど、私のは最初に MA とマラガっていうのが入ってるんですね。でそれがないで、アルファベットがないので立ち往生しまして、でも番号だけ入れたらそのままちゃんと出てきまして、でその次にまた何か質問があるんですね。でそれやよく分かんなくて、あの横にいた人に聞いたんです、スペイン人の人に。でその人も何かよく分からなくて、で、ちょっともたもたしてたらまた最初からやり直して、まあだからそこのとこはあんまり関係ないって感じで、スキップするような形のところを押したんですけど、そうすると、まあ、紙が出てきて、でカウンターで呼ばれるんですね、ナンバーで。でそこに行ってその紙渡して、で車検、車の登録証とか車検の紙とかを渡して、でお金を払うと。お金はもう今は、最初にですね、あのキャッシュじゃなくて、キャッシュもいいんですけども、もうあのクレジットカードで払うくらいで払ってくださいっていうふうな風にレターに書いてありました。もうキャッシュレスですね。で料金は30ユーロちょこっとです。なので日本円にするといくらぐらいですか。4000円ぐらいでしょうか。でそれで、自分の番号があの掲示板に、掲示板っていうんですかね、伝票板ですか、そこにあのあるんですね、出るんです、ナンバー、この、車の番号は、ここの1番と2番があるんですけど、のどっちか行ってくださいっていうのが掲示されます。これはですね、昔行った時にはですね、アナウンスで呼ばれるんですね。だからもうそれを聞き取るのが必死だったっていうことがあります。で一度わからなくてぼーっとしてたら他の人が教えてくれて、君の番だよとかって言って教えてくれることがありますけれども、今は掲示されるのでいいですね。で中にこう入っていくと、インスペクターの方が行って、あのメカニックの方ですね。でその人が、はい、これやってこれやってこれやってって言って言うんです。で年に1回のことなのでなんですが、じゃその車の、なんですかね、お、これはやばいかな、カメラがちょっと落ちないように、落ちたら大変。その単語ですね、フレノフレノとかって、フレノってあのブレーキなんですけどもとか、ウインカー出しとかこうパッと言うんですね。で優しい人だともう自分であのもたもたしてめんどくさいので、もういいよいいよ降りて降りてとかって言って、でやってくれるんです、全部。でも今回の人すごいなんか厳しくてですね、若い方だったんですけど、いつもあの会うあのお願いしますって言って紙を渡す時もニコッとして印象を良くするんですね。印象を良くするといいので、やっぱり。でも今回の人そういうのも無視されて結構厳しかったんですよ、いろいろ。で、あ、これはもうまずいなと思って、今回はダメかなと思って、ダメだったらそのメカニックあの直してもらって、また、いついつ内に来なさいっていうことなんですけども。で、まあ、検査が終わって、検査ってどれぐらいでしょうかね、
10分もかからないぐらいですかね。で、険しい顔をしてたので、いやこれはどれだけ直さなきゃいけないのかななんて思っていたら、問題ないですよって言って、シールをくれました。そのシールをフロントガラスのところに貼っておかないといけないんですね。ということで、本当はですね10日ほど早かったんです。期限は10日後ぐらいだったんですけれども、この時期っていつもなんか用事ができまして、だからその時に車がないと困るみたいなものだったので、まあ、10日前にやってもらって、問題があったら10日間で直せるかなっていう感じで行ったんですね。で、なので、費用としてはその30ユーロだけで終わりました。で、ここはですね、車の税金ですけれども、これは村に払うんですね。国ではなくて村に払います。なんで村によって違うんですね。で、ここの村はですね、財政難がありまして、2年前からほぼ倍に上がったんですね。だから今65ユーロぐらい払っています、年間。昔は35ユーロぐらいだったんですね。なので、その他の村に移した場合はその村の費用になります。なので私の車が小さい車で35が60になったので、大きい車の方って本当にもう 大打撃だと思いますが、なので、維持費って言うとそれぐらいですね。あとは保険です。保険はですね、自賠責っていうのはないっていうの、自賠責任意とかそういうカテゴライはない、実はないです。もう普通にプライベートの保険に入ると。で、入ってないと当然ダメです。ここでよく検問やってますので、なので、検問に、検問よくやってるんですね。なので、なんで検問やるかっていうと、まあ、車が違法でないかっていうのもありますし、あとはガソリンもあるんですね。ガソリンは農業用のガソリンっていうのは安いらしくてですね、それを入れてないかっていうので、なんかそれを調べる、このですかね、ガソリンの給入ってあそこになんか管を刺して調べたりとか、私の車はないですけど、四駆の車って頑丈なのだとそういうことをされたりもします。あとはですね、やっぱりドラッグ関係ですね。なので私の車も一度セビリアに行くとき、早朝結構早い時間だったんですけど、昔ですね、犬を、預けた後で、犬はいなかったんです、車の中にいなかったんですけれども、その車にですね、大きなシェパード、ジャーマンシェパードが乗っていろいろ嗅いでたんですね。で、そこにですね、ご飯、その犬にあげた残りじゃないですけど、というかですね、なんかテイクアウトだったかなんか忘れてましたけど、なんか食べ物が車の中にあったんですね。やっぱさすがにそのジェイマンシェパードってそういうのには目もくれず一生懸命匂っていました。なので、
そういうので検問がよくあります。あとはまあ夜中になると、もうそれプラスやっぱり飲酒ですね。飲酒運転の昔で非常に緩かったんですけれども、やっぱりそうじゃなくなったんですね。で、その方、それが改正された時当初ですけれども、すごい検問やってまして、飲酒ですかね。なので私も2度ほど、こう息を吐かされたことがあります。でもその当時は当然私飲んでますし、というかまあ元の旦那が飲んでて、私が運転手みたいな、そういう状態だった時ですね。なのでここの車の維持費というのは、安いですね。日本に比べてずいぶん安いです。まあ、車がないと生活できないというのもありますし、そんな高かったら誰も払えないという、そういう状態ですね。日本は本当に皆さんよく払ってるなって思います。その車検も高いし、税金も高いし、保険も高いしですね。でここの場合はですね、駐車は路駐で OK です。まあ、いい車に乗ってる方っていうのは、まあ、そう車庫に入れてる、借りたりとかしてる人いますけれども、まあ、普通の車だったら、路駐です。もう一つはですね、車もそうなんですけれども、家の維持費も安いです。ここは税金とかそういうものですね。まあ、都会の場所のいいところに行くとやっぱり高いなと思うんですけれども、こういう田舎だと、そんなに維持費は日本みたいに高くないです。なので、家を数軒持つっていうのは結構当たり前みたいですね。まあ、昔からここはなんか家を買う、お金があったら家を買うっていうの、そんな感じで家を買ったり土地を買うっていう、そういう感じです。で土地がある人は農地みたいな、そういうところも、そしたら、やっぱり、食べ物を植えたりとかですね、野菜植えたりとかしてますね。なので今ですね、年金問題が日本ではなんか2000万ないとみたいな話題だと思うんですけれども、ここはですね、ここでそんなこと言ったらみんなもう暴動になる感じですけれど、ここはですね、年金は日本に比べてやっぱ随分低いと思います。都会の人はわからないですけれども、田舎だとそうですね、低いですね。でもそうやってまあ土地を持ってたりするので、まあ言っても自分で食べ物を作る人もいれば多いですね。で家の維持費もあまりかからないので、で、
いくつか持ってる人とかは、そうですね、場所のいいとことか海側に持ってる人とかもいるんですが、そしたらそういうのを貸して、足りない分を補充するっていう感じですか。で、医療費もかからないですね。ガバメントホスピタルに行けばかからない。ただガバメントホスピタルの場合は救急、もう本当に命に関わるときはすぐ見てもらえますが、そうじゃないときは、その日には見てもらえないと。日本はその日病院に行って時間はかかるけれども、待ってたら見てくれるっていう感じじゃないですか。でもここはそれはないです。全予約制なので、本当に命に関わらない限りは行っても見てもらえないんですね。で、予約で、まあ、クリニックのそのジェネラル、なんですかね、最初に見てもらう先生とかだと、まあ、次の日ぐらいですね。で、そこで病院に紹介してもらうんですけど、そこからの予約が、まあ、ラッキーだったら次の週、超ラッキーですね。そうじゃないと、まあ、1ヶ月後、まあ、2ヶ月後、3ヶ月後、半年後なんていうこともあります。で、それが嫌だったらプライベートに行きましょうってことですね。プライベートだったら 100% 支払いです。なのでプライベート行く人はそれ用の保険に入るという感じです。ということでここで朝食を食べます。